心のオルゴール、ネット上の誹謗中傷。最近ネットでの誹謗中傷が問題になってるよね。そうだね。悪口の書き込みってしたことある？あるよ。え、マジで？毎日おしゃれ自慢してる人がいてさ、なんかムカついてうざいって書いちゃった。悪口を書いても平気だった？だって他の人も悪口を書いてるもん。なんかあったの？実は昨日 SNS に嫌なこと書かれちゃって、うざいって。それ私じゃないよ。わかってる。知らない人が書いたってことは、たった一言なのにこんなに心がズキズキするんだね。これを何百とか毎日書き込まれる人ってどんな気持ちになるんだろう。うざいって書いたの削除する。本人が削除しても SNS で拡散されたら消えないんだって。私も前に軽い気持ちで悪口を書いたことあるんだ。自分が当事者になるまで相手の気持ちに気づかなかった。誰でも突然被害者にも加害者にもなるんだね。私これからは考えもせずにネットに悪口を書き込んだりしない。約束ね。